お世話になっております、マサルです。今回はクロスサイトリクエストフォージェリーについて一緒に勉強していきます。今回学ぶ内容です。まずクロスサイトリクエストフォージェリーについて概要をお話しします。その後クロスサイトリクエストフォージェリーへの対策についてお話しします。それでは始めましょう。クロスサイトリクエストフォージェリーについてお話しする前におすすめツールの紹介です。IPA はアップゴートという脆弱性体験ツールを公開しています。このツールではいろんな攻撃について詳しく説明されているので、ぜひ皆さんも見てみてください。今回の動画はアップゴートのこちらの補助資料を使いながら説明していきます。ではクロスサイトリクエストフォージェリーについてお話しします。クロスサイトリクエストフォージェリーはそれぞれの頭文字を取ってシーサーフと呼ばれることもあります。本動画ではクロスサイトリクエストフォージェリーのことをシーサーフと呼びます。シーサーフはサイトを横断してリクエストを捏造する攻撃です。セッション ID を悪用することでウェブサイトにログインしている利用者に意図しない操作をさせる攻撃です。わかりやすく言うと、通常ログインしている人しかできない操作を攻撃者が不正に操作する攻撃とも言えます。ここで出てきたセッション ID について説明します。まずセッションというのはウェブサイトへの要求から応答までの一連の流れのことを言います。そしてセッション ID はクライアントを識別するための印です。流れとしてはクライアントがウェブサーバーに接続したときに、ウェブサーバーはクライアントの印としてセッション ID を発行します。クライアントは以降の通信でセッション ID を一緒に送ることでウェブサーバーにクライアント自身を認識してもらいます。 CSAF はこのセッション ID を悪用してクライアントが意図しない操作をさせます。では CSAF の攻撃の流れを見ていきましょう。攻撃者は掲示板サイトに罠リンクを投稿します。利用者が罠リンクをクリックするとクライアントは脆弱性のあるサイトに誘導されます。この時もし利用者が脆弱性のあるサイトにログイン済みだった場合、セッション ID が不正に利用されて不正な操作をしてしまいます。より具体的な例がこちらです。まず利用者がウェブサーバー B にログインしていたとします。わかりやすくこのウェブサーバーが YouTube だとしましょう。利用者は YouTube にログインしているところです。つまりセッション ID が発行済みの状態です。この状態で別の掲示板サイトにアクセスします。例えば Yahoo 知恵袋にアクセスしたとします。 Yahoo 知恵袋の中にこの動画が面白いみたいな文面とともにリンクが投稿されていました。どんな動画なのか気になって気軽にクリックしたら、そのリンクが攻撃者の用意した罠リンクでした。その罠リンクの中身は YouTube にアクセスしてパスワードを変更するという操作内容になっていました。利用者は罠リンクをクリックすることで YouTube に誘導されて勝手にパスワードを変更しようとしてしまいます。 YouTube のサーバー側からすると、誰がパスワードを変更しようとしているのかをセッション ID で確認します。その結果この利用者がパスワードを変更しようとしていると判断してパスワードを勝手に変更してしまいます。これがシーサーフによる攻撃です。リンクをクリックするだけで勝手にパスワードを変えられてしまうなんてとても怖い攻撃ですよね。では次にシーサーフの対策です。シーサーフ対策はリクエストにトークン、つまり攻撃者が知らないような秘密の情報を含んでリクエストを識別する仕組みを実装することが対策になります。リクエストに対してトークンの情報を付加することでウェブサーバーは罠リンクをクリックしたことで発生したリクエストと利用者が送ってきたリクエストを識別できるようになります。トークンについてはこちらの資料をご覧ください。利用者がトークンを使ってリクエストする様子が書かれています。まず利用者はウェブサイトにアクセスして認証するとウェブサーバーはセッション ID を発行します。次にクライアントはセッション ID とともに何かしらのリクエストを送ります。するとウェブサイトはトークンという秘密の情報を発行します。利用者はセッション ID とトークンをセットにして処理を実行するリクエストを再度送ります。ウェブサーバーはセッション ID と発行したトークンの情報も一致しているので処理を行います。このようにウェブサーバーが何かしらのリクエストに対して攻撃者が推測することができないトークンを使うことで正規のリクエストを識別してシーサーフを防ぐことができます。それでは今回はシーサーフについて一緒に勉強しました。少しだけお知らせです。皆さんの応援のおかげで本動画シリーズが書籍になります。通信販売、電子書籍での発売もあります。詳しくは概要欄をご覧ください。それではおまけトークです。今回はシーサーフについて一緒に勉強しました。対策としてリクエストにトークンを付加するというやり方をお伝えしましたが、それ以外にも対策方法があります。その一つがキャプチャを使う方法です。
皆さんも私はロボットではありませんのようなチェックをつけたことありますよね。このようにチェックをつけたり、正しい画像を選択させたりして人間の操作であることを確認するのがキャプチャの機能です。このキャプチャの機能は操作をしているのが人なのかボットなのかを判断するためのシステムですが、今回勉強したシーサーフの対策としても使うことができます。一つの攻撃に対して様々な防御手法もあるので、そういう防御の技術も調べてみると面白いと思います。それでは今回はシーサーフについて一緒に勉強しました。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。